は収蔵庫について橋本先生にお伺いします。はい、先生どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、これがこの鉄の扉がこの向こうにあるのがいわゆる生物系収蔵庫で、まあ、いわゆるあの乾燥用語乾き物が集まってて、昆虫保護であるとか植物の保護であるとか鳥の複製が行われています。であの、まあ、後でお見せしますけど、昆虫保護というのはドイツ箱っていう箱の中に入っているので、まあ、虫とかカビにも強いんですけど、鳥の剥製だとか植物は、まあ、剥き出しのままでこの中に入っているので、なんか外から例えばその標本を剥く虫だとかカビが中に入ると標本を傷めてしまうので、あの入るときは素早く入って、でまずこの粘着シートをちょっと踏んで、はい、足の裏のカビとか虫をここでないようにお願いします。何回かパタパタとしてください。はい、なんかゴキブリもゴキブリにかかってみます。はい、ではそれで中に入りましょう。はい、で中に二重扉になってますので、はい、まず入っていただいたら、はい、そこでちょっと待っていただいて、はい、で続けて素早く入るということで、いつか。はい、じゃあどうぞ。いきます。はい、どうぞ。失礼します。はい、じゃあ素早く入ってください。はい。はい、よいしょ。結構重いです。で閉めて、うん、で二重扉になってますので、はい、じゃあしばらく中に入ってください。 OK、はい、ですかこれ。じゃあ、この中が今生物系収蔵庫です。で、あの向こう側に鳥の剥製、また後であの宇野先生が紹介してくれると思いますが、こちらが、はい、手前が植物の標本、高野先生が紹介してくれると思いますので、はい、奥に昆虫の標本があります。はい、でちょっとだけ自慢話をすると、例えば鳥の剥製は日本の、中で2番目に収蔵点数が多いという、はい、それから植物は、もう50万点以上、60万点以上あるのかな、点数が。で、あの日本の公立の少なくとも博物館の中では最大の標本を点数を誇っているという、兵庫県に実はすっげえ博物館があるということなんですけどね。もうお宝の山です。でなかなかここはあの今も言いましたけど害虫管理の問題とかいろいろあるので、うん、なかなか普通非公開の場所なので、あのこうして特別にあの収蔵庫ツアーで中に入れるっていうのはそんなにない、めったなチャンスですよ本当に。あの、まあ、銀行の奥にある大銀行室の札束いっぱい入ってるようなところに今入ってるような感じですね。すごいですね。はいはい、じゃあちょっと昆虫の方まで行きましょうか。はい、よろしくお願いします。迷わないでくださいね。結構広いです。はい、ずっと植物です。植物が一番多い。あ、点数ですか。点数の中から今紹介する昆虫が、昆虫の博物館では一番多いですね。なるほど。結構まあ昆虫小さいでしょ。はい、ね、確かに。はい、まあ今から紹介します。はい、大丈夫ですか。はい、広いです。はい、でこっちが昆虫です。はい、はい、今からじゃあ昆虫の方行きましょう。はい、お願いします。でまずちょっと真ん中の机に行きましょう。はい。はい。もうこの辺りが全部昆虫です。はい。でさっきもちょっとお紹介しましたけど、昆虫というのは大体こういうドイツ箱って呼んでるんですけど、こういうガラスの木の箱に。でこういう形で収められています。はい、でこちらの場合この針に刺してある標本を1点で数えるんですけど、はい、さあ、はい、ここに何点あるでしょう。そう、じゃあ先植物が60万点ぐらい。そうですね。じゃあ80万点ぐらい。まあそのあの数えてるのは、ね、100万点ぐらいまで数えてるんですけど、はい、もう多分言うように200万点ぐらい。になってて、もう数えきれてないので、実はあの僕も実際何点あるか分かってないというぐらいたくさんあります。で、甲虫であったり、後でお見せする蝶々であったり、蜂の標本であったり、本当に世界中のいろんな種類の昆虫標本が、ここにはまあ大体200万点近く収められているということになります。で、まあ、ちなみになので、ちょっとドイツ箱の説明をしとくかなと思いますけど、はい、これ名前ドイツ箱っていうんですけど、はい、ドイツ箱なんだけど日本製です。日本製で、例えば日本製のこの昆虫の箱が一番、はい、世界で一番クオリティが高いです。なんでかっていうと、はい、開けるのが例えば結構大変なんですけど、うん、ピタッとくっついてて、はい、で見ていただいたらここに番号あるの分かります？はい、書いてますね。はい、だからここにも番号あるでしょ。はい、でこれはこの番号同士の箱で蓋とそこ、ね、これ向きも同じにして閉めないと
閉まらなくなったり開けられなくなったりするんです。だから全部の箱に番号が振ってあるんです。そうなんですか、はい、でところでこれ何でできてるか分かりますね、木の種類なんだろう、ちょっと分からないです。キリです。キリキリ、あ、日本は、そう、日本はキリダンスの最高の技術があって、本当にいいキリダンスって、下の棚閉めたら上の棚がブッと出てきたりするじゃないですか、はいはい、ぐらいぴったしと閉まるようになっているんです。だから番号もつけてて、違う箱同士では閉まらないようになってて、で逆にとこれ一回こうちゃんと閉めとけば、はい、中はもう本当に真空状態みたいになるので、カビも虫も入らない。だから必ずこういう箱に収めて入れるというのが、まあ、あの標本を守るために大事ですね。はい、で、甲虫のまた、あのこれ甲虫っていうんですよ、硬いんですけど、は、あの、また後で山田先生にあのちょっと紹介していただきますんで、僕はまあちょっと綺麗どころで、はい、綺麗な蝶々、はい、まず見ていただくで、あの、この辺は全部蝶々なんですよ、はい、うちの博物館実は蝶々も一番多いんですけど、うん、でですね、もう昆虫はですね、今も言いましたけど200万年ぐらいになっちゃったので、はい、入りきらないので植物とかと違ってもう移動式の隣にしてます。でまあ、このここを見たいなと思ったらこう開けると、うん、いっぺんちょっと試しに回してみません。私、はい、いいですか。はい、どうぞ、はい、いいですよ、ガーッと回してみてください、はい、もう行くとこまで、はい、はい、軽いでしょ。はい、軽いです。特別の、こういうために作った特別製品、もっと最後まで。はい、分かりました。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます、はい、で、ここにまあ、蝶々から見たいなと思えばこうやって開けるとですね。じゃあちょっと中に入ってみましょう。はい、で ここに入っているのがあのモルフ蝶といって、あの南米の蝶々で、まあ、空飛ぶ宝石と呼ばれている、もう、まあ、世界中の美しい蝶々です。空飛びます。はい、でこう、でこう扉を開けると、まあ、こんな感じで蝶々が入っています。例えばこういう感じで、きれい。でこれはで、ね、あの構造色といって、あの皆さんの CD の裏面なんかこういう感じで、あのね、はい、角度変えると色が変わるじゃないですか、はい、でこの蝶々も羽がそういう仕組みになっています。大丈夫ですか。はい、全然大丈夫ですよ。ちょっと重いでしょ。はい、受け取ってくださいね。お、結構なんか私渋いのを出しました ね、 ね、性格がやっぱ渋いんですか。あ、渋いこれでも表面とこの裏面がこう違って、これ裏なんですか。裏なんですよ。はい、ほら、こんなに綺麗ですか。はい、はい、初めて見ました。はい、まあ、モルフ蝶といってもこういうのもあって、実はですね、はい、あの、まあ、虫の世界はそうなんですけど、結構綺麗な方がオスなんです。わー、綺麗、はい、なんと綺麗でしょう。これぞモルフォって感じですね、はいはい、実はもっと綺麗なんです。ほら、わー、ほんとだ。でこういうのも実はあの博物館が買ったものではなくて、はい、あの兵庫県のとかいろんな、まあ、地域の方で個人の方が集められたものが、はい、あの博物館の方にあの貴重なコレクションを生涯かけて集めたので、はい、これを寄贈しますので、はい、あの博物館でちゃんと管理していただいて、研究やあの一般 の、 その展示だとか普及教育に使っていただければというので、無料で提供していただいているような。あ、そうなんですね。だからモルフ蝶なんで一匹が下手すると僕の給料より高いようなものもあるので、はい、その方たちの思いも大切に。そうなんです。それで、あの今ここ、例えばここの部分ないですよね、はい、これは何でかというと、この部分も展示用とか、うん、あとうちの博物館、小学校にあの標本持って行って回ったりしてますけど、はい、それ用に使っている部分です。でそういう形で活用させていただいてます。なるほど、はい、まあ、こういう綺麗な蝶々が、もちろん自分の蝶々もありますけど、本当にあのたくさんあります。まあ、本当に兵庫県というのはそういう意味ではあの素晴らしいお宝をある博物館だっていうのは自慢していただければいいかなと思います。博物館こそがそういうことですね。世界に誇れますんで、はい、じゃあ、最後に、はい、もう秘蔵中の秘蔵、はいはい、めったにあの公開見せない、はい、あの博物館のお宝を紹介したいなと思います。まあ、ぜひよろしくお願いします。はい、はい、管理をください。いや、しましょう。ちょっと狭いんですけど、はい、はい、お願いします。そのお宝はこの金庫の中に、はい、これ大化金庫で、大化金庫、はい、で中には別にあの一万円札が入ってるわけじゃなくて、はい、本当に虫が入ってるだけなんですけど、はい、でこれみんな赤いラベルついてるでしょ。はい、ま、これはどういう意味があるんですか。というかこれは例えばどういう標本だと思います。ちょっと想像が少ないですけど、タイプ標本って聞いたことないですか。タイプ、うん、
タイプ標本、うん、初めて聞きました。これタイプ標本って言うんですけど、はい、まあ、世の中でよくほらあの新聞でもテレビでも出ますけど、はい、新種発見とかいうニュースが出るじゃないですか、はい、でこれは日本にいる蜂の新種の、標本なんですけど、あの新種を見つけた時は、うん、例えばあの1メートルっていうのをこのサイズだって決めてるメートル原規みたいなものがありますよね。あれと一緒で、まあ、あの国際的な決まりで新種っていうのを見つけたらこれが私が見つけた新種ですっていうのを必ず残さないといけないというルールになってるんです、はい、だからこれが、まあ、いわゆるこの蜂の新種のメートル原規みたいなものです。でそれをタイプ標本と言います。なるほど、はい、でこの例えばこのうちの場合この蜂のタイプ標本が400ぐらい入ってますね。それが金庫に入ってますね。で、あの例えば、まあ、今子どもたちが蜂の研究者になって僕新種見つけたってなった時に本当にそれが新種かどうかを確かめるのはこれをと自分が新種だと思うのを比較するっていうのが一番の最後の方法なんですよ。はあ、なるほど、はい、だからまあもちろん文献っていうか論文読んでそうかなと思いますけど最後確認するためには必ずこの標本と自分が新種だと思うものを見比べて、はい、あ本当に新種だった、あ、前のやつと同じだったっていうのを確かめないといけないという意味ではこれもあの人類が、まあ、大げさに言うと絶滅するまでちゃんと保管しておいて未来の子供たち昆虫学者が必要な時に見れるようにずっと保管しておかないといけないという、だから兵庫県にはこういう方もたくさんあるので、まあ、うちの博物館というのは大げさに言うと人類が絶滅して本当にまでこれをちゃんと保管していかないといけないという義務もあるわけなんですよね。で、まあ、ある意味で博物館の一番あのベーシックで、はい、ある意味で一番大事な役割かもしれません。そのものありがとうございました、はいはい、これが、まあ、本当にあのなかなかお店なこういうの展示もできないでしょ、壊れてしまうとあれなので、はい、本当に貴重なものなので、はい、まあ、あの時々ですけどあのこの種床に入っていただく種床ツアーっていうのをうちの博物館でもあの人数限定で開催したりしておりますので、はい、その時にあの参加していただけたらこういうのもひょっとしたら拝めるかもねというところですかね。なるほど、はい、そういうことです、はい、ありがとうございます、はい。